そうだよね。本当だよ。もっとなんか百貨店みたいなやつがさ、CM にしたらいいよね。そうだね。うん、それがなんかこうガキになるみたいなね。そうそう。このゲームやっぱりガキになっちゃう。みんな買うよね。あ、それならみんな買ったかも。買うな。でもめっちゃ返品するだろうね。返品用の。ガキなんないしって。それは努力が足りないんですって言われるでしょ。そうか。ライザップのさ、あのジムに行って、うん、毎月1万円課金してジムトレーナーつけて、うん、鍛えてから来い、話はそれからだって書いてある。嘘みたいな。そんなハードル高いんだ。そう。そう、寸法ちょっと買ってよ。寸法やってみてよ。やってみたい。俺もやってみたい。やってみたいけど家にそんなスペースはないから寸法家でやる。場所がね。寸法家でやる。あ、でも寸法家の家くらいあれば大丈夫。じゃあ寸法家でやろう。うん。ジム開く、ジムすればみんなできる。寸法ジム、寸法ジム開く。すごいね、ポケモンジムもできるしフィットネスジムもできるじゃん。すごいな。最高だ。マルチジム、バクテンジムできる。できる。寸法が挑戦者求むってやればいい。そうだよ。強自称か。そうだよ。自称で、なんか決めたタイプだけで戦えばいいんだよ。そうだね。何にする、寸法タイプ。タイプ樋口。そうだよ、もちろん。樋口、うん、そもそも寸法の好きなポケモンなんだろう。好きなポケモン、うん、ルージュラ一番好き。あ、マジ、マジ。樋口、何何何、ルージュラ。ルージュラ。おお、なんで。そう、ルージュラも嫌いじゃないけどね。多いけど俺結構使ってた。ちょっと寄りましょうか、せっかくだから。まさか。え、何が好きなの、寸法。ワイさんはニードキング好きでしょ。うん、なぜ。え、良くない。うん、かっこいい。自分ニードランオスが一番好きだった。あー、進化前ね。そう、悪くない。あ、なんもないじゃん、ここなんもないね。バイカーが通過しまーす。なんもなかったの。そう、トイレしかない。パノラマ、上りか。そうか、クソやられた。車では登れない。いや、向こう側、向こう側、向こう側の海が、海が見えるんすよ。ここから海、あれ江戸川、あれ違うわ。隅田川。江戸川光ってるかい。すごいね。向こう側に展望台があるんですよ。へえ。まあでもなんかようやく壁がなくなって、でも姉ちゃんちょっと前に、うわ、開けたね。開けた、急に開けた。チームだ。うわー、いいなー。気持ちよさそうだよな、バイク。怖いけど。バイカー。この女の方も死ぬっていう。うん。あるけど。うん。楽しそうだよ。そうだよね。ただこうやってコミュニケーションはさ、うん、本当に無線とか使わないとできないもんね。そうそうそう。最近みんなね、このヘルメットの中についてるんだよね。結構前にニュースでさ、うん、なんかバイク乗ってて、うん、サービス、料金所に着いて初めてちょっと止まるじゃん、うん、その待った時に足がなくなってて、途中でなんかぶっ飛んでたらしい、ぶつかって。怖っ。それを見た時に怖っと思って。おう、絶対バイク乗れねえわ。無理ですね。だから気づかないもんなのかねって話よ。足ないのに。怖っ。ニュースであったよ、前に。何、どっから先がないの。多いじゃない。つま先くらいかな。かな。だったらもう足首から先がない。足首じゃないか。怖っ。知らないんだけどさ。
あの金欠で知っただけなの。いや、わかんないんだってだから。急に、なんで急に水の話になったの？あの、俺がいるの。あー、俺がいるはね、見てないからな。マジか、お前死んだ方がいいよ、飛び降りろ今、ここで過激だよ。窓開けんから、で、こうやってスッて寄せてくから、バーンとバーン、ハイタッチって、そこら辺のなんかさ、あれとボートね、ボートバーン、もう下は多分手首折れるね。料金所に着くまで気づかない。試してみる。いや逆に、え、終点だって初めて見た。この世のなあ、本当だよ、スマブラかよお前。もう何の障害物もなくなっちゃうよ。いいね、そんな人生。確かに。その人生だったら最高だろう。悠々自適だよ。料金所です。その先、右方向です。銚子方面です。これが東関道のおしまい。最果てです。え、これじゃあ東関道の関ってこと？お、東関道関だね。ふー、やったなんだやったわかんない、とりあえず。なんでそうやって人の話にちゃちゃ言うの？さあ、だって今のはさ、単純にテンションが上がったことを表現するやったじゃん。日本が試合勝ってやったと同じじゃん。なんでやったの？それはなんでさ、なんでやったのって。じゃあお前喜ばないかって話だよね。あのスタンディングオベーション、そうなんで立ってんのって言ってる。そう、カーブがあります。何が面白い、何喜んでんの。やばいな、そいつ。ある意味一つの達成感じゃね。端から端、端から端じゃない、端からじゃなかったけどさ。そう、まあそれでも。そうだよ。そう、喜ぶことをなんで喜ぶってのはちょっと意味が分かんない。人間としてどうなんだよ。アイさんの攻め方がえげつねえんだよ。俺らよりはるかに詰めるからね。しかも論理的にはあん結構破綻したサービスでいいから。人間としてどうなんだろう。そこまで言っちゃうんだ。本当だよ、本当だよ、気をつけてよ。僕らもそんな住むことまで喜べないじゃんね。本当だよ。感情出して。確かに。いや、感情出したらなんて。確かに。これからうちらはこう、先輩がトイレ行ってる間とかに。いや。それやばいね。それやばい。もうなんかそうなってくると最終的に寸法がトイレに行ったこと喜んでるやつらみたいになっちゃう。なんとの集団だよ。本当だよ。あ、やばいな、すごい面白いな。気をつけた方がいいよ。気をつけた方がいい。そこまで想像してなかったよ。申し訳ない。行き着く先をね。そうだね、究極ね。俺はこのスタンスをだって貫いてるから。そうなんですよ。そうだよ。みんな寸法の前では静かな。いなかったらみんなやったっていう。切ない。でも呼ぶなよ、楽しみ。呼ばれるためにもね、認識を改めて。そっかそっか、寸法前回の誰か何も変わってない。まあ前まで成長しなきゃダメだった。前回ね、心だけは広い。心は広いけど視野は狭いっていう。そこも変わってないから。結局今も未来見えてなかったじゃん。その場限りだったな。そうだ、俺笑、ずっと笑ってて全然喋ってないわ。あーやべ、めっちゃ面白かったわ。心が広くて視野が狭くて未来が見えて、人がなんか喜んでると、これ何が楽しいの。ちょっと最高じゃん。ひねくれてんな。そして取れてないっていうね。嘘、ショック。いつから、わかんない。怖っ。こわ、寸法見とかなきゃダメでしょ。こうやって見んの。ん、こうやって見んの。で、こっちを使おう。こんなに面白かったのに。あ、そんなことできんの。こっちも音声入ってるか。へぇ、あ、じゃあよかった。
でやっぱ音質とかが変わってくるの？変わってくると思うけど。あ、そうなんだ。まあそうだね、距離感あるしね。うん、大丈夫、ナッキーの笑った声がずっと入ってる。いや本当だよ。当番浴。なんか最近サウナ行きたいんだよね。なんで？サウナって超気持ちいいって知ってた？サウナにしっかり入って、うん、水風呂に入って。でそっからまたサウナに入ってを繰り返した後のね気持ちよさったねえよあれ。気持ちいいってなる。本当ノルウェーに行きたくなるよ。あ、地元っていうか。え、ノルウェーで合ってる？多分。今すげえ聞きたいことあった。フィンランド。フィンランドだね。フィンランドの人が言ってた。あ、そう。その、うん、冷たい暑いの繰り返しが、うん、麻薬レベルで。そう。そう、やめられない。マジで気持ちいいわ。あのなんだろう。もうね、だんだんその水風呂に入っても体の中あったかい状態になってくる。で最終的に体の中ポカポカなのに全然汗かかないみたいな、すげえ気持ちいい状態になる。でもいつでもハートは熱いんでしょ。そうそうそう、いつだって本気。マジとか言って本気。逆逆本気とか言ってマジ。嘘、顔をくり抜けば顔ファミになるんじゃない？勝手にくり抜いてないよ。くり抜いたら大抵のものは顔出しかもいない家とかだったらできる。お、すげえ、頭いい。窓から顔出せばいいんだね。そうだ。看板